テレビアニメじいさんばあさん若返るアフレコアフタートーク。こんにちは、美濃役の三上しおりです。こんにちは、しおり役の遠山奈央です。このアフレコアフタートークではテレビアニメじいさんばあさん若返るの放送を受けて出演キャストによる裏話をお届けしていきます。はい、今回は私たち孫チームがお届けしますよ。孫孫イエーイ、孫孫孫孫孫。今日は一体何話なんだい。今回は第2話を振り返ります。振り返らせていただきましょうかテンションがね、いやー、2話ですよ。2話も なんかさ、うんうん、すごいもう全体的に盛りだくさんじゃないですか。そう、いろんなショートストーリーといいますか、そうそうそう、いろんな話がこう詰め込まれているので、めちゃくちゃ話すことある。あるんですよ。私なんか最初の、うん、あのなんかやっぱ若返って、うん、なんか昔できなかったことを今やらせてあげたいっていう、うん、なんかじい様のなんか可愛い服を買ってあげる、あの話がすごい好きで、わかる。なんかあの繊細な表現ね、なんかちょっと照れながらも照れ隠しで言う感じ。いや、何もしてないべ、何もって。いや、何もって。何もしてないことはないよ。イネさん受け取ってるよ、ちゃんとその気持ちって。いやでも私も、そしてそこも私、あのなんかね、うん、アバン、アバンで少年たちがさ、はいはいはい、出てくるじゃない、うん、でなんかみんな東京にさ行ってさ、やっぱ彼女作ったりお金稼ぎに東京に行きたいなって、うんうん、ちょっとやっぱね地元いた頃共感持てるわけですよ、ああいう少年たちの気持ちに。ミカシーさんもその気持ちを通ったことがある。めっちゃあるから。でそれでさ、じいさんばあさんがさ輝いてる姿を見てさ、うん、いや、やっぱ都会もなんか都会もいいけど、まあ、やっぱここもいいなって思う、この少年たちの気持ち、自分たち次第なんだなっていうところがね。あの本当に地元にいる人ってやっぱり気づかないんですよ。うん、当たり前すぎてキラキラしたものが見えないというか。はいはいはい、だから私は東京に来て青森のキラキラをこう見つけられたんだけど、うん、なんか見つけてほしいねって思うアバンからなんかもう感じることがめっちゃあった。なるほど。そう、はあ、ジーンとする。そう、なんかね、田舎もいいとこいっぱいあるよって。いや本当に思う。私は逆に東京出身だから、うん、なんか山に囲まれてる空間とか、うん、空気がやっぱり全然美味しいというか、そういうの、あと星が綺麗に見えるとか、そういうのがなんだろう、自分とは縁遠かったりとかするから、うん、そういうところになんかこう浸ってたいなっていう気持ちがあるし。そうなんですよ。ただ当たり前にあるんですよ。いや、なので気づかないんです、当たり前にある幸せなことに。いや、そうなんだよね。きっと東京もちろんね素敵だけれども、うん、なかなかね星が見えなかったりとか、まあ、それぞれねいいところはあるから、なんかねそういうのを見つけてほしいなって、この少年たちにね、そうもっと伝えたい私は。いや深いワンシーン。そうなの、本当にさりげなく出てきて、うん、もうめっちゃ深いと思って、うん、ねえ、 それがアバンですよ。そうなの、のっけからのっけから考えさせられた。でもじいさんばあさん若返るは結構そういうのほほんとか、うん、笑いとかの中に深いメッセージが隠されてたりとかめっちゃある。本当にある。音響監督さんもなんかアフレコの始まる時にいつもなんかこう今回の話数話みたいな感じでこうトークをしてくださるんですけど、うん、なんかそれもなんか万感の思いでトークをしてくださってるっていうのが、そうそうなの、僕はこの作品すごいと思っててっていう、こう熱い思いがもう出ちゃってる。そうそう、それを我々が受け取って、うん、いざ収録へって臨むから、うん、こう入るこの気持ちもひとしおだよね。なんかそうそうそう、めっちゃ気持ちが入って役を演じられるっていうか、なんかワンチームになれる感じがね。この作品すごいよね、うん、やっぱりこうみんなさ結構入れ替わりじゃなくほとんど主要キャスト一緒でずっと続いていくから、確かになんかこう一緒に作ってるっていう。そうそうそう、ね、しかもミキさん、のとさんも我々からするともう超超大先輩で、お話かけるなんてもう恐れ多くてドキドキしちゃうって感じなのに、すごい気さくに話しかけてくださったりして、あの二人もこう現場をすごい素敵に作ってくださって、我々もそれに乗っかっていける感じで、あったかいよね。あったかすぎて涙が出そうになった何回も。すごくわかる。めっちゃ好きなのこの現場だから。好きなのというね。アフレコの裏話もありながら、でまあカッチャが出てきてね。カッチャ何言ってるかちょっとミノにはわからなかった。もうあのテロップが流れてきてたからねえ、でも中のミノの中の人は分かってるっていうね。カッチャ素敵だなと思いながら。あれカッチャって、うん、
名前じゃなくて、おばあちゃんって意味なんだっけ。お母さんのことカッチャって言うんでしょ。お母さんあカッチャ、おばちゃんかな。おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃんだけど、なんかカッチャ、カッチャきたねろみたいな。きたねろ、あの例えば近所のおばちゃんが来た時にこう、うん、隣のカッチャ来たよみたいな。そういう意味ですか。そうなんです、あそうなんです、あのだからまあ近しいけれど親類じゃないおばちゃんのことを結構カッチャっていう。 そう、あだ名みたいな。あだ名、そうだね、うん、カッチャって言いませんか。あまり言わない、こっちの方では言わない。あベサ、じゃあそういう人たちのことなんて言うんですかね、こっちの人たちはね。カッチャって、カッチャって標準語に直すなんだ。カッチャに相当する標準語が、ね、都会の人はもしかしたら冷たいから、隣のおばちゃんっていう感じなのかな。そうかも、ね、そんなに近所付き合いが多くないっていうのもあるのかもね。冷たいまではいかなくても、確かに、うん、でもまあ、あの近所付き合いが深いっていうのもまあね、あまあ青森ならではのいいところではあると思うから、うん、なんかその後々の話数でまたカッチャって人が出てくるんだけど、このカッチャは前のカッチャではありませんみたいなディレクションがあって、うん、にゃってなってやっぱそうだよね。なんかそこでさ結構現場がうんってなってたから、そうてっきりなんか勝美さんとかそういう名前をあだ名でカッチャみたいに寄ってるってみんな思ってたから、なるほどね、おばちゃんって意味なんだってその時にみんな知って、そうはぁーみたいな、おばちゃんだと思ってる先生間違ってませんかってえそう、おばちゃんのことカッチャって言うんで、そうなんだよ ね、今後出てくるカッチャはどのカッチャかみたいな、そうどこで出てくるか楽しみにしててくださいね。皆さん楽しみにしてください。はい、いや他にもね、家出してきたしおり、はい、あしおりは2話で初登場だもんね。そうなんです、出番が出てきました。でがっつり喋られておりました。いやなんかあの思春期のなんかぐちゃぐちゃした気持ち、なんかしかも学校もお家もなんかこう思う通りにね過ごせなくて、いやなんか逃げ場がさもうばあさまのとこしかないっていうかさ、ね、それでさばあさまがなんか何もない人間は泣いたりしないべって励ましてくれる。好き、逃げないでね戦ってる証拠っていうさ、ばあさま見てると思って、うん、ねもうしおりのことちゃんと見てんだって、そうほっこりした。包容力が本当にすごくて、なんかもう物理的にも心理的にも抱きしめてくれてる感じがして、ね、なんかもうね孫がおばあちゃんに甘えちゃいけねえ理由はないべって言ってくれるのが甘えさせてくれる、ね、嬉しいって思った。しかもこうさりげなく包んでくれる感じがまたいいよね。当たり前に包んでくれるっていうのは、本当に嬉しかった。大好きだなって思った、しおりの気持ちもでもめっちゃわかるもんね。学校でさ、うん、嫌なことあって学生時代って言えばもう勉強とかさ、うんうん、いろんなこと悩むじゃん。もういや世界がそこしかないからやっぱり本当に、ね、学校と家という世界みたいな感じだから、うんうん、すっごいここもねわかるっていうシーンだった。いやよかった本当に。おじいさんばあさんがいてくれたからこそでも全然ばあさまは優しいだけじゃなくって、うん、あの詐欺の電話も撃退できる強さも持ってますからね。強さ合ってる、うん、ねえああやって撃退するんだと思ったなんかね、うん、お前はなんかいけないんだって言うんじゃなくって、うんうん、なんか私は本当のお前のお母さんじゃないけど、うん、何かあったら電話してきていいんだよっていう、それもまたスッて懐に入り込む、そうおばあさんの優しさ、なんかこうあ いけないことしちゃったなって心から反省できる、ね、ね、あの歩み寄りつつの構成させ方、ねなかなかやってみたいな。電話来たらその起点がすぐにできるっていうのが、ね、できるか分かんないよね。でもね、ねね、頭いいんだなって。それはもうじいさまがあれだけ惚れ込むわけだっていうのもね、すごい分かる。めっちゃ分かりますよね。という感じで、はい、いろいろとね最後ら辺はリンゴの木だ出たりとかね、いろいろ気になるシーンも盛りだくさんな2話でございました。はい、そして3話もね、いろいろな話が詰まっておりますので皆さん楽しみにしていてください、はい、そしてラジオも隔週で配信しているので合わせてチェックよろしくお願いします、うん、テレビアニメじいさんばあさん若返るアフレコアフタートーク、今週はこの辺で。お相手はミノ役三上しおりと、しおり役遠山奈央でした。バイバーイ。